ただいまから志向会例会を開会いたします。まずはじめに麻生太郎会長からご挨拶です。一連の国会対応の関係でこの志向会の例会に、欠席をしていましたので小池さんからクリアとなったんですけども、諸般の事情をご検査でいただければと思いますが、いずれにしても財務省の決裁文書の書き換え等々の話でこういったことになっておるんですが、いずれも皆さん方にご心配をおかけいたしましたことはあなた以下か申し訳なく思っておるところです。徹底した原因究明、そしていわゆる再発防止というものに向けてきちんとした対応をやっていかねばならないということだと思いますが、まだ大阪地検 のあれが出ておりません段階なので、まだまだいろいろやらねばならぬところあろうかと思いますが、いずれにいたしましても組織の立て直し、またいわゆる行政の信頼回復というものに向けて今後ともきっちりした対応をしていかねばならぬと思っていますので、ぜひ皆様方のお力添えを引き続きよろしくお願いを申し上げます。1月の22日にこの国会が開会をされて、残りもえこのままできますと1ヶ月少々というところになりました。まだ審議したばかりの働き方改革とかTPP の協定関連関係の政務法などなどいろいろ積み残された案件がありますので、やっぱり国会というのは我々は国民の負託を受けて審議をするためにこれ出てきたのですから、そういった意味では国会の場できちんとした対応、議論を行っていくのが務めだと思っておりますが、残り40日少々ということになったんだとは思いますけれども、少なくとも充実した審議を行って、その成果を報告できるようにしっかりした対応を皆さん方によろしくお願い申し上げておきたいと思っております。また、今朝、日米の首脳電話会談も行われていますし、また昨日、日中韓の首脳会等々も参加をさせていただいて、いろいろ話がなりましたし、また近々、今、飛行機が飛ぶとか飛ばないとか、いろんな話になってますが、飛行機がシンガポールまで飛ぶという前提で、シンガポールという話やら、何やら、今、面白おかしく話が出てますけれども。米朝首脳会談というものが初めて行われるということになりますので、いろいろ大きく動いております。またアメリカ人の人質になっていた人3人の解放というのも昨日ポンペオ、国務長官と一緒に米軍帰国ということまで来ましたので、大変喜ばしいことだと思っておりますので、そういったものもの、この周辺というのは、極東アジア周辺等々、いろいろことは動いておりますけれども、そういった中であって、我々も足元が見透かされるようなことがあってはならないのであって、私どもとしては、きちんとした政権のど真ん中にあって、我々は支えるということを、この志向会のこれだろう、いわゆる総会というか、政権フォーラムでも申し上げましたけど、きちんとした対応をしていかねばならぬと思っていますね。ぜひ我々が日本外交を支えているのは政権が安定しているから、政権、いわゆる外交というものをきちんと対応できる、経済政策をきちんとできる、そういった意味では政権の安定というのは極めて大きいと思っておりますので、ぜひそういった自負と自覚を持ってことに臨んでいただければということを重ねてお願い申し上げております。いずれにしてもまだまだ我々としてはこの米朝首脳会談を受けまして、日本と北朝鮮との間、拉致核ミサイル等々の話がいっぱいあります。アメリカにとってロングレンジっていうのは、長距離弾道弾の話、ミサイルの話、核の話とおっしゃられて、我々にとっては短距離のミサイルであろうとも、中距離のミサイルであろうとも、我々はジオグラフィカ地理的には届く距離にあるんで、状況が違います。拉致の問題もアメリカと違って、我々は拉致の問題って長く続いた話なんであって、こういったような問題抱えております問題が違いますので、ぜひアメリカと
手を組み、そしてこれまで経済的な圧力をやったり、いろんな方とか結果、ここまでことがやっと動き始めたところまで来てますので、引き続き日米、また日米韓、また中国等々の関係もきちんとした上で、我々はこういった問題の解決のため、引き続き皆さん方もお力を、力をいただいて、力を合わせてこの問題を解決するという態度、姿勢というのを取り続けていくことによって、初めてこの問題が前に進むんだと確信しておりますので、ぜひ皆さん方、引き続きのご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げて、ご挨拶を迎えます。よろしくお願いします。ありがとうございます。